こんにちは、キューブです。今回は個人的に以前から大変気になっていたものをレビューしていきます。今回のこれはおそらく皆さんの中にも気になっていたという方かなりいらっしゃるんじゃないでしょうか。というわけでレビューしていくアイテムはこちら。これついに発売されるんですね。というわけでハピネットクロスベースワイヤレス LEDS& クロスベースワイヤレスパワーステーションです。はい、話題のこれを今回レビューさせていただけることになりました。いやー、これは気になりますよね。自分はまあ玩具とかホビーのレビューアーなんで、主に玩具ホビーのディスプレイっていう観点からのレビューになりますけど、これはそういうジャンル以前に普通に技術的なブレイクスルーを感じる未来ガジェットですよね。ではまずパッケージから見ていきましょう。全体の見た目はこんな感じ。パッケージの裏側を見ると一番頭にキャッチフレーズで電飾革命と書かれています。革命とは随分大きく出たなというふうに思う方いらっしゃるかもしれませんけど、このキャッチフレーズ何も誇張じゃないですね。今回のこれはまさしく電飾革命を名乗るにふさわしいと思います。他にも細かいスペックや説明なんかが結構書かれているんですが、まあ今回のこちらは何ができるか見ていただければ一目瞭然だと思うので、早速開けていきましょう。いやー、今回は楽しみですね。蓋を開けると、はい、こんな感じになっています。なんというか高級家電の雰囲気が出ているというか、まあこれサンプルということで後でお返ししないといけないので、あんまり存在に開けられないですね。はい、中身を取り出して並べるとこんな感じ。結構構成はシンプルですね。まずこちらにある2枚の大きな板がメインボードとサブボード、要するにこの2つがワイヤレスパワーステーション本体ということになります。そして電源アダプターと電源ケーブル、真ん中にあるこちらはこの2つのボードを接続するための4本のネジですね。それと説明書。ボードの本体にはこういう保護のための、なんて言うんでしょうね、薄いビニールのようなものがボード2枚とも表裏両面に当てられていますね。まあ家電にはよくある仕様ですね。まあこの手のビニールは剥がさずにつけたまま使いたいという方もいらっしゃるかもしれませんけど、今回は全体に電気を通すので一応外しておきたいと思います。では組み立てていきましょう。組み立てていきましょうというか、まあ非常に簡単ですね。穴に合わせてこの2枚のボードを差し込んで、さっき一覧でお見せしたこちらの4本のネジを後ろに見えているこちらの穴にドライバーで止めるだけですね。では取り付けていきましょう。はい、すべてのネジがはまりました。まあ一応今の工程も説明書に書いてあるんですけど、そんなのいらないぐらい簡単ですね。では次にこちらの電源ケーブルとアダプター、まずアダプターに電源ケーブルの端子を差し込んで、こちらを本体へ、こちらをコンセントへ。ちなみに電源ケーブルの端子を差し込むのはここですね。そうしたらいよいよこちらの電源スイッチをオンにします。今この丸の印がついている側へ傾いているんですが、これが電源オフの状態ですね。こちらの横線のマークがついている側が電源オンで、これを電源オンにすると、はい、電源を入れるとここに2つの LED ランプが点灯します。こちらが赤、電源ランプ、正常に電源が来ていることを示すランプですね。そしてこちらが青、スタンバイランプ、正しく電源が入るとこの2つが両方とも点灯します。はい、ではこの状態で本体の全体の見た目を確認していきましょう。まあ見た目といっても本当に後ろにロゴがある以外はただの L 字の黒い板ですよね。まあでも確かに L 字の単なる板なんですが、この厚さの感じが絶妙だったりとか、全体の色とか質感とか、後ろにちょっとだけロゴがあったりとか、こういったことのせいで不思議と近未来感があって SF っぽい雰囲気が出てますね。ちなみにこちらのロゴ X ベースと読めるんですが、これでクロスベースと読みます。どういうことができるかを詳しくご説明していく前に、まずはペアで使用するこちらを見ていくことにしましょう。袋からちょっと1個取り出してみましょう。こちらなんですが、こちら大きさ約4ミリ、非常に小さいですね。これはですね、 LEDS というんですが、お分かりになるでしょうか。てっぺんの部分にまあ透き通って見えるほどではないんですが、小さな LED ライトがついています。ですが見たところちょっと不思議ですよね。ライトというからには電気で点灯するわけなんですけど、周りに電極らしきものが全くありません。反対側を見てみても、ただこういう黒い板になっているだけですね。若干周囲にコイル状のこういうものがありますけど、それ以外周りに飛び出ているものが全く何もありません。
これじゃあ配線の類とか全く付けられないですよね。ちなみに電池式ってわけでもないです。というかこの大きさで中に電池入れるとか無理ですからね。ではこれどうやって点灯させるのかというと、ここでようやくこちらの本体が登場します。もうお分かりですね。そうなんです、実はこの LED 配線なんてそもそも全く必要ないんです。何もしなくても、ただこのワイヤレスパワーステーションの上にあるだけで完全ワイヤレスで鮮やかに点灯するんです。では早速やってみましょう。といっても一つが小さいので、一個点灯しただけだとカメラからの映像ではなかなか分かりづらいと思うので、今こちら先ほどお見せした LEDS をいっぺんに15個ビニール袋に入れてあります。これをこの台座の上へ持ってくると分かるでしょうか。ご覧ください、本当にただ手に持っているだけ、何もつながっていない状態のこれをただボードの上に持ってくるだけで、この驚きの明るさで発光します。ちょっとより分かりやすいように照明を落として見てみましょう。はい、こういう風に手の上にただ雑にジャラッと持っただけのものをワイヤレスパワーステーションの上へ持ってくるだけで、ご覧ください、何にも繋がってないただ上に持ってきただけなのに、もう直視すると目が辛いぐらいの強さで発光していますね。これはすごい。あ、ちなみにですね、今分かりやすいようにこうやって下の板の上に並べていますけど、別にここじゃなくてもこちらの縦の板の近くでもこういう風に同様に光ります。というかですね、この L 字の板で囲まれた30センチ角の空間であればどこでも大体鮮やかに光りますね。まあ、あまりギリギリのところまで持っていくと角度によってはちょっと光が弱くなったりしますけど、まあおよそ不安定な場所なくどこへ持ってきても強く発光が保たれています。まあでもエリア内であっても多少コイルの苦手な向きに回すと少し光が弱くなったりすることもあるにはありますね。ですが向きと位置が完全に同じ状態で保たれていれば不安定に明滅したりといったことは全くありません。はい、そんな感じで照明を消して1回お見せしましたが、お分かりいただけたでしょうか。つまり今回のこのクロスベースという商品は一言で言うと LED ライトを一切無配線で自在に発光させる機能を持ったディスプレイスタンドということですね。いや、これはチートアイテム感ありますね。だって配線全くいらないんですよ。これまでだと普通ホビーに発光する電飾なんてつけようと思ったら電池をどこに入れて配線をどこに通すかみたいな苦労ともう絶対的にセットで、たとえ配線通したり電池入れたりするクリアランスがあったとしてもオンオフのスイッチはじゃあどうするんだとか、電池の入れ替えはできるようにするのかとか、あとですね、配線を稼働するポイントに経由させちゃうと配線ねじ切れるんで腕回せなくなるよとか、あとですね、複数種類のライトを光らせようとすると抵抗値を計算しないといけないとか、もうそういうのがデフォであったわけなんですよね。なのにこのクロスベースがあれば、このほんの4ミリくらいの小さい専用 LED をただポチッとつけておくだけで即発光、しかも配線で給電しているわけじゃないんで10個20個くらい余裕で光らせられますね。これ今15個あるんですけど、もう全然どれが暗いとかっていうこともなく全部明るく発光しています。いや、これチートすぎるだろ。いや、ほんとすごいですね。未来を感じるガジェットだと思います。はい、もう一回発光が分かりやすいように照明を落としてみました。ですね、今回ここに並べた15個は全部白のライトなんですが、まあ確かに白さえあればクリアパーツとか、あとはクリア塗料なんかを使って相当のことが表現できると思いますけど、できればこういう風に白だけじゃなくて他の色の LED なんかもあったりするといいですよね。はい、当然そのことも最初から考慮されています。ご覧ください、ちょっとあまりに発光が強すぎてこういう風にまとめておくと下方混色的な感じで真っ白に映ってしまうので、これ一つ一つお見せしていきましょう。一つ目のカラーがこちら、レッド。ですね、発光が結構強力なので単色でもまだ若干白っぽく撮れてしまっているんですが、目で見た感じは本当に純粋な赤、赤色灯で見かけるようなまさしく R255 っていう感じの真っ赤ですね。文字通りパトライトなんかの飾りに使えると思います。二つ目のカラーがこちら、ピンク。ですね、ちょっとデジタルカメラなんで紫寄りに撮れてるかもしれないですけど、肉眼で見た感じでは本当に綺麗なピンクっていう感じですね。戦隊ヒーローのピンクというか、トランスフォーマーのアーシーのピンクというか、まさにああいう感じの綺麗なピンク色をしています。そして三つ目がこちら、グリーン。まあ発光しているわけなので、グリーン、緑色といっても少し明るめなんですが、まあそれでも G255 っていう感じではなく、もう少し青寄りというか、まあよく家電製品とかの電源のランプとかで見るような、ああいう綺麗な緑色ですね。そして四つ目がこちら、ブルー。これはまあまさしく青色っていう感じですね。よくゲームハードとかの電源ランプなんかで見かける綺麗な深い青色です。そしてお次がこちら、パープル。
ですね、ちょっとこの色まさしくデジタルカメラが苦手とするような色味なので映像だと青めに撮れているかもしれないんですが、実際にはむしろ若干ピンク寄りですね。戦隊にお詳しい方だとブラックの戦士に割り当てられる光物の色って言ったらお分かりになるでしょうかね。そういう感じの、まあ、バイオレットっぽいというかアメジストの発光っぽいような色ですね。そして最後がこちらアンバーとなっているんですが、これもかなり発光が強いので単独でも若干白目に撮れちゃってるかもしれませんね。目で見た感じはオレンジイエローというか、キャラクターイエローっぽいイエローとしても通るかもしれないですね。そういう感じの色味になっています。そしてこれに最初にお見せした白を加えた全7色。最初からもうこれだけの色が用意されているわけなので、わざわざクリアパーツとかクリア塗料とかを使って細工を行わなくても、大半のイメージはこれだけで再現できると思いますね。7色すべてを並べた状態で照明を落としてみるとこんな感じ。いやもうなんていうかすごい綺麗で、模型どうのこうのとか言い出さなくてもこれ見てるだけでかなりの満足感がもうありますね。というかもうこれ見てわかると思いますけど、今回のこちらのアイテムは自分がトイレビュアーなんで模型ホビーと絡めてレビューしてますけど、それ以外にもいろんなことができると思いますね。はい、いかがでしょうか。ここまで10個20個っていう多数の LED が全くの無配線でいとも簡単に光光と発光する様子とか、その LED も最初から7色用意されているとか、いろいろチートな部分をお見せしてきたんですが、これ実はさらにチートな性能があるんですよね。電飾というか電気を通す仕掛けにとっての最大の敵って皆さん何だと思うでしょうか。そうです、湿り、水ですね。防水されていない全ての電化製品がそうであるように、配線で給電する構造だったら水につけたら一発お釈迦ですよね。でも思い出してください、今回の LED は配線の類が一切ないですよね。電源の供給が水を嫌う構造物を一切経由していないので、ででーん、はい、一般的な500のペットボトルに水を入れたものを持ってきました。はい、こちらの LEDS、手の上でもすでにめっちゃ光ってますが、これをこの電源が入っている状態のままでこの中へ投入してみましょう。はい、入れていきましょう。というか模型の電飾水に入れてみたとか、なんかだんだんやってみた動画みたいな空気になってきてますが、入れてみると、おお、すごい問題なく光ってますね。ちょっと分かりづらいんで明かりを落としてみましょう。はい、お分かりになるでしょうか。まあこれ本当はたくさん色を入れているんですが、全体として青っぽい感じの色に光っているのが分かりますね。実際に LED は下の方に溜まっているんですが、それが反射する形で上の方も光っていて、なんだか発光する液体が入っているみたいな独特の光り方をしています。しかもこのディスプレイベースの周りをこう回してみたりすると、光の広がり方や強さなんかが次々変わっていく感じで、すごい綺麗ですね。これマジすごいですね。これ実は今7色を各1個ずつ入れているだけなんですが、もっと LED 増やしてみましょう。新たに上からいろいろな色を10個ぐらい投入。あ、ちょっと1個落っこっちゃいましたね。ご覧ください、いかがでしょうか。やばい、発光がめちゃくちゃ綺麗ですね。カメラにも結構綺麗に映ってると思いますけど、裸眼で見た時の綺麗度が相当すごいです。これ何みたいって言ったらいいんですかね。なんていうか身の回りに似たものが全くなくてうまく表現できないですね。すごい綺麗ですこれ。いやこれなんかの撮影に使いたくなるようなすごい SF 感ですね。これすごいな。はい、ではさらにここへもう13個投入してみましょう。つまり累計30個ということですね。今度は投入するところから電気を消してやってみましょう。投入する絵面もすごい綺麗。また1個落っこっちゃいましたね。そして振ってみると、うお、すごい綺麗。これカメラにもかなり綺麗に映ってると思いますけど、裸眼だとめちゃめちゃ綺麗ですね。もうなんていうか宇宙があるみたいな感じですねこれ。いやこれすごいな。これ本当に何の工夫もなく、ただペットボトルに水を入れてその中に突っ込んだだけなんですけど、いやこれだけで本当10分20分の動画撮れそうなぐらい綺麗ですね。いや、やばい。いやこれすごいな。これもっとなんていうか乱反射するような凝った形状の瓶に入れて100個とか光らしてみたいですね。多分すごいことになるんじゃないかと思いますね。というかむき出しの LED ライトが水属性完全無効とかチートすぎますよね。だってこれつまり潜水艦とか水中専用の機体とかの模型を水没させた状態でいとも簡単にライトアップ展示できるってことですよね。
いや、これシャークトロンのプールだとかすごいやってみたいですね。まあ、今回ちょっとサンプルなんであんまりはっちゃけたことはできないんですけど、これ自分で買ったらぜひやってみたいと思います。はい、そんな感じでございました。まあ、水着はこの辺りにしておきましょう。これ本当やってると綺麗で楽しいんで、いつまでもやっちゃいますからね。まあ、そんな感じでですね、玩具とか模型にどう取り付けるかみたいな、そんな複雑な話で進む以前に、ただなんとなく水に入れてこんな風になんとなく揺らしているだけで、たちまちすごい綺麗な見たことないおしゃれディスプレイが出来上がるなっていう気がしますね。だって考えてみると、こんな小石サイズのライトを水中でこんなに密集させて全部光らせておくなんて、パッと考えてクロスベース以外の方法じゃ無理じゃないですかね。いや、これは自分がトイレビュアーなんでホビーと絡めたご紹介になってますけど、特に模型の趣味とかがない女性の方が買ったりしても全然使い道あるんじゃないですかね。いや、本当アイディア次第でこれまでの方法では難しかったいろんなものがいろんな飾り方でディスプレイできると思います。さて、ここまで別に何か展示物を持ってこなくても、このワイヤレスパワーステーションと LEDS があるだけでも相当楽しいということをお伝えしたんですが、まあそれだけで終わるわけにもいかないので、ここでいよいよホビーに取り付けるというのをやってみたいと思います。と言ってもですね、ただ単に自分が好きなロボットのプラモデルか何かを持ってきて、それに LED を入れて光らせましたよってやるだけだと、必ずしもこのクロスベースを使わなくてもできる絵面になってしまう可能性があるなと思ったので、今回はこのクロスベースのシステムを使わないとこれは無理だなっていう、そういう絵面になるようにちょっと考えてみました。配線と電源を内部につける必要が全くないこのクロスベースで初めて光らせられるものっていうのがどういうものだろうって考えてみると、まず最初に思いつくのがキャパシティのないもの、つまり大きさの小さいものですね。そしてもう一点、核となる部分が組み立て式になっていなくて完成品になっていて分解が困難なもの、この二つの条件にどちらもバッチリ当てはまっているというホビーがあれば、それがおそらくクロスベースで光らせるに一番ふさわしいアイテムだと思うんですが、ちょっと考えてみたところ、まさに当てはまっているアイテムがありました。それが何かというと、こちら、このチャンネルキューブで前にもお送りしたことがありますね、デスクトップアーミー。こちらは大きさわずか8センチ、そして素体が最初から完成品になっているので、これを光らせるというのはさすがにクロスベース以外では難しいと思いますね。まあ有線で外部に電源を取ったりすれば武器だけ光らせるとかはクロスベース以外でもできるかもしれないですけど、これの全身を光らせるっていうのはさすがにクロスベースじゃないと無理だと思いますね。というのも、このデスクトップアーミーは素体がただ完成品というだけじゃなく、パーツが無垢材になっていて2つに割ることができないんですよね。これを果たして光らせることができるでしょうか。やってみましょう。実はですね、以前にデスクトップアーミーのレビューをお送りした時に、動画の中で結構凝った感じのカスタムを2つぐらい作ったんで、こちらを今回光らせていこうかなとも最初思ったんですが、こちらはですね、よくよく考えてみると今回のライトアップにはあまり向かないかなというふうに思い直しました。どういうことかというと、まずこちらなんですが、これはまあ別に光らせてもいいんですけど、ちょっとですね、武装が特殊な四角い形をしているので、まあ光らせることは全然できますけど、どこを光らせると効果的に見えるかみたいなものがいまいちピンボケになるかなと思ったんですよね。 LED ライトみたいな鋭い光でライトアップする場合はもっと鋭角的な形をしている方がいいかなと思いました。そしてこちら、このリボルビングバスターゴーライの方はですね、確かに結構ピーキーな形をしている上に、こっちが丸ごと1個銃なので、ここを光らせると効果的だなみたいな場所あるにはあるんですけど、実はこのリボルビングバスターキャノンは持ってる方ご存知だと思いますけど、最初から電源を取りやすいように中にキャパシティが用意されているんですよね。なのでこれを光らせてもデスクトップアーミーを光らせましたっていうことにはちょっとならないんじゃないかと思いました。ということで、鋭角的なシルエットを持つ今回のレビュー向きな感じのデスクトップアーミーをもう一つカスタムでこしらえてみました。こちらはですね、どういう風に作られているかというと、デスクトップアーミーの第3弾シリーズのミレニアシリーズのベータ小体から一番エアロっぽいフォルムを持っているスピアーという個体があるんですけど、それを使って作ってあります。そのスピアーに何を足してカスタムしたかというと、こちらモデリングサポートグッズのキラービーク、これ結構人気のサポートグッズですよね。これ1パックを足して、もともとこのスピアーについていたものとこのキラービーク1セット、そのパーツだけで作ってあります。あー、まあでも厳密に言うと完全にだけではないですね。この台座に当たるパーツ、まあこれのランナーはデスクトップアーミーのどれを買っても共通で入っているんですが、これの本体とアームを接続するアダプターに当たるパーツ、それがあと2個必要ですね。では発光させていく前に、まずこちらのアーミーが大体どういった仕組みやギミックを持っているかについて軽くご説明しておきましょう。今お見せしているこの状態が通常状態というか第一形態ですね。まあ後ろに結構大型のキラビークで作ったウイングを背負っていますが、それ以外はほぼスピアーの形のままになっています。
武器に関しては右手に持っているミニガンと左手にこれは持っているというか装着されているクロウとシールドが一体になったような特徴的なウェポン。では変形させていきましょう。これを変形させていくと、はい、完成。アタックモード、ウィングと武器をすべて展開してバイザーを下ろした攻撃モードということですね。このぐらい鋭角的に張り出している部分があると光らせるとき割と様になるんじゃないかと思います。キラービークはデスクトップアーミーに取り付けるとかなり大型のウィングというサイズ感になるので結構ケレン味が効いた感じになっていいですね。はい、ではいよいよこちらを光らせていくことにしましょう。アタックモードの状態で電源のスイッチをオンにします。ちょっと明かりがついている状態だと分かりづらいので照明を落としていきましょう。はい、こんな感じになりますね。ちょっとですね、照明が消えると光っている部分ははっきり分かるんですが、今度ミレニアがグレーなので光っていない部分の明かりが足りなくてミレニア自体の形が見えづらくなっちゃってますね。ちょっとシルエットが見えやすいようにこちらを置いてみましょう。同じデスクトップアーミーの台座パーツと LEDS で作った簡易スタンドを置いてみるとこんな感じ。周囲のスタンドは白のライトなんですけど、ミレニアに配置しているのは主にパープルのライトですね。違いがお分かりになるでしょうか。後ろからご覧いただくとこの辺り完全にはっきり光っているのが分かるんじゃないかと思います。実はですね、微妙に分かりづらいかもしれないんですが、武器の内側にも光がつくようになっていて、間接照明的に本体が照らされるように一応演出されているんですけど、ちょっとカメラだとうまく撮れてないですね。ですが、こうやって後ろのバーニアのように見える箇所に4つ、後頭部、ちょうど頭の後ろに後光が差すような位置に1つ、そして今お見せした武器の内側、本体を照らすような角度に1つ、合わせて6つのライトが付けられています。いや、デスクトップアーミーにさすがにライト6つ仕込むっていうのはクロスベース以外では不可能なんじゃないかと思いますね。さて、ではさらに変形させていくことにしましょう。今回のアーミーも3段変形のギミックを仕込んであります。変形させていきましょう。はい、完成。第3のモード、飛行形態です。まあ飛行形態というか、これはアカシックバスター的な突入技モードといった方が正しいかもしれませんね。一応上からは戦闘機のシルエットになるようにしてありますが、ここら辺に足を利用して鳥の鍵爪のようなものもつけています。実はですね、 LED ライトを仕込んでいる箇所はこのモードにした時一番効果的に光るようにつけたつもりなんですが、果たしてそうなっているでしょうか。では照明を落として確かめてみましょう。クロスベースの電源を入れてみると、おー、なるほど、一応自分の意図した通り下側に発光箇所が集中しているように見えますね。では照明を落としていきましょう。はい、こんな感じ。ちょっと上からだと例によって若干分かりづらいですね。例によってデスクトップアーミー発光台座を出してみましょう。ですね、まずこの機首部分の根元のあたりにモノアイのように一点点灯しています。それ以外は全て機体下側に集中していますね。お、一応自分が意図した形になっているのではないでしょうか。こういう風にウィングを山形に閉じて屋根のようにして、その裏側を全てレフ板のような形で使えば、こんな感じでライトが灯っているところだけではなく機体の裏側全体に光が広がって明るくなるんじゃないかと思ったんですけど、まあ一応そういう感じが再現できているように見えます。左右の台座を取り外してしまってもこのモードに関してはシルエットがわかりますね。いやー、でも繰り返しになりますけど、デスクトップアーミーにライト6灯を仕込んでこれほど広い範囲を光光と光らせるっていうのはさすがにクロスベース以外では無理なんじゃないかと思いますね。仮に今回作ったこのカスタムアーミーと同じものを内蔵の配線と電源で光らせようと思ったら、ちょっと工夫のしようもないぐらい無理ですね。こういう仕様のこのぐらいの大きさのものをこれだけ光光と光らせられるっていうのはやっぱりクロスベースならではっていう感じですね。あ、ちなみにですね、この光っている LEDS ユニットを本体にどのように取り付けているかということについてですが、さすがに電球にジョイントはついてないので瞬間接着剤での取り付けになっていますね。ですが、こちらのユニットは配線のようなものが全くないので、周りに瞬間接着剤をつけてしまっても全く発光に問題はありません。
まあ、もっとも発光面に接着剤をつけてしまうとちょっと光が弱くなってしまうので、それは避けた方がいいと思いますけど、周囲に接着剤がつく分には全く発光には影響はありませんね。いやー、それにしても今回のこのクロスベース素晴らしいですね。やっぱりフィギュアみたいなものに電飾を入れるのって個人の工作ではかなり敷居が高い部類だったんですけど、このクロスベースの登場によって光らせるぐらいのことは簡単な作業っていう感じに変わってしまいましたからね。これはもう工夫次第で完成品だろうがなんだろうが、自分の今持っているお気に入りのこれ光ったらいいなみたいなものを手軽に全部光らせられますね。すごい時代がやってきましたね。以上、大量の LED ライトをまさかの完全無配線で自在に発光させる驚きのディスプレイシステム、ハピネットクロスベースワイヤレス LEDS& ワイヤレスパワーステーションのレビュー、いかがだったでしょうか。いや、今回のこれはですね、なんていうか個別の機能とかスペックがどうとかじゃなくて、一言で言うとホビーディスプレイ 2.0 ですね。なんというか、ディスプレイする時の基本動作を変えてしまうっていう感覚があります。どういうことかというとですね、例えばプラモデルを素組みしたりするときに、素組みと同時にその延長として艶消しのトップコート吹いたりすることってあると思うんですけど、あれって全然技術もいらないのにすごい効果が高いので、どちらかっていうと凝った工作ではなく基本工作として素組み的なものの延長でやったりすることあると思うんですよね。まさしく今回のこのクロスベースは、物を飾るという行為の基本動作として光らせるぐらいは当たり前になるっていうような、そういう感じのディスプレイの基本を変えてしまうようなインパクトがありますね。いや、これもいじってて思いましたけど、何かホビーを飾って楽しむようなホビークラスターの間で絶対バズりますね。おそらく一般発売されたらしばらくの間はホビーを何らか光らせているみたいな感じの写真が SNS で大量に出回ると思います。これ本当に配線がいらないので、何がすごいって完成品を光らせることが容易なんですよね。なのでもう何を光らせようかみたいなことを考えて新たに買ってきたりしなくても、これまで持っているものを次々光らせているだけで余裕で数日の時間がぶっ飛ぶと思いますね。これは本当にすごいと思います。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。はい、楽しんでいただけたでしょうか。今回の動画面白かったという方は、ぜひ高評価のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それとチャンネル登録は動画の下の赤い登録ボタンか、またはトークを最後までご覧いただくと、このすぐ下にボタンが出てきますので、そちらから登録できます。よろしくお願いします。さて、今回のクロスベースのレビューいかがだったでしょうか。ちなみにですね、このクロスベースのワイヤレスパワーステーションと LEDS はどちらももうすでに一般発売が決定していて、12月2日発売と告知されていますね。実は今回のこのアイテムは一番最初クラウドファンディングという形になっていて、それに出資を申してた人しか手に入らないという形になるのかなというふうに一時期まで思っていたんですけど、無事発売が決定してもうすでにネットショップなんかで普通に受注を受け付けていますね。いや、今回のこちらはですね、自分がレビューするとかっていう話になる以前に、もう自分の周りのホビー好きそうな人みんな話題にしてましたね。クラウドファンディングが始まった時とか、ホビーショーに実物が展示された時とか、もうその度に周りの友人からスクリーンショットとか写真とかが送られてきて、これはホビーファンの関心めちゃくちゃ高いアイテムだと思いますね。というわけで今回はクロスベースの技術的ブレイクスルー感に絡めて皆さんに伺ってみたいと思います。皆さんはホビー玩具以外でも何でもいいんですが、最近技術的にこれ未来実現したなと思ったようなブレイクスルーを感じたものって何かあるでしょうか。結構身の回りに色々ありますよね。完全自動運転の車とか、人間とクリエイティブな話題に関して結構込み入った議論ができてしまう AI とか、宅配するドローンとか、金額次第では旅行で宇宙に行けてしまうようになったりとか、かなり色々実現してきてると思いますが、皆さんはどんなものに感じたでしょうか。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、ホビージャンルにもし絞ると言われたら間違いなくこのクロスベースが1位ですね。まあ、それに次いでバンダイのフィギュアライズバストとかで使われているキャラの瞳のディティールをまさかの多色成形インジェクションによって成形色で再現しているっていうすごいのもありましたけど、未来感という意味ではもう圧倒的にこのクロスベースですね。ホビー以外のジャンルとかまで全部含めると、個人的にはやっぱり最近目覚ましいなと思えるのが車の自動運転と AI っていうあたりでしょうかね。まあ、この2つは近い技術とも言えますけどね。ホビーってそれほど最先端のテクノロジーと直結で結びついてるっていうイメージはないですけど、それでもこれだけ色々技術が進んでくると、近いうちにこれまで想像もしなかったことが何か次々と実現する時代が来るかもしれませんね。楽しみですね。皆さんは最近の世の中で何か技術的なブレイクスルーを感じたものあったでしょうか。ご意見お待ちしています。